ホドホドステーションセカンドグローバルサウスブリックス,ックスカオス化する世界日本会議唐津が提供します「ほどほどステーションセカンド」の時間です進行は私 MJ ですそして本日のアシスタントははいふんちゃんですよろしくお願いしますはいよろしくお願いします本日のテーマはグローバルサウス ブリックスとカオス化する世界です本日の解説は日本会議からつのゆうちゃんですよろしくお願いしますはいよろしくお願いします最近ですねまあ報道とか政府関係者の口からですねよくグローバルサウスという言葉が、えー、飛び交っていますがこの国際的枠組みは どういった意味があるのでしょうか今回はイスラエルのガザ侵攻で世界の二極化が顕著となる中でブリックスとともに第三世界と言われるグローバルサウスについて考えてみましょうはいはいよろしくお願いしますまあねグローバルサウスってですよ、ね、なんかものすごく違和感を感じるじゃないですかなんか ね、もういわゆる第三極なのかなって思ったけどまあなんかどういう意味があるのかなってでね、うん、実際に政治家がね、あのー、政治家がその岸田さんが一番最初にグローバルサースなんちゅうのをね最初に言ったのが、あのー、去年の,、うん、あの第211回の国会での施政方針演説で。うん 世界が協力して対応していくために G7 が結束しいわゆるグローバル・サウスに対する関与を強化していきますということを言ったんだけども、うん、結局です、ね、グローバル・サウスという文言は G7 の中では取り上げられんかったんです、実際、まあこれは理由があるんですよ、うん、で,、ねねで,ね、で今年の第213回の国会の上川外務大臣の外交演説でこれからに。 これから日本経済はね、グローバルサウスと呼ばれる途上国、新興国の成長を取り込んでいかなければいけませんと、うん、で地域ごとの課題や特性も十分踏まえた上で、きめ細やかで戦略的な経済外交を推進できます。グローバルサウスということをここにまた入れてきて、うんまあしかしながら、これ、なんて言うらすか、一応分からないね、うん。このグローバルサウスって意味がよくわからないいやいやい、ね、あのグローバルサウスという言葉もわからないし、うんうん、この岸田さんが言った言葉にしても、うんうん 上川外務大臣が言った言葉にしてもこの全体のその文章の意味が全然わかりはなぜわからないかっていうところがですね、うん、実はグローバルサウスの定義っていうところを聞くと <laughs>、ね、あなるほどそれがなぜわけわかんないかとか、ね、よくわかるんですよ。グローバルサウスの定義ってざっくり言うとですね細かい定義なんです、うんね、ざっくり言うとですね、うん、先進国以外の新興国、うん、開発途上国、うん、中心国までも入れたいわゆる、うん G20 とそれ以外っていう考え方なんですよ。んグローバルサウスってものすごくざっくりしてるんですよ。うん、まあ G20、まあ、なのか OECD なのかというところね。それ以外っていうことやね。でね,でね。 まあ言うたらですね、うん、これ、なんでグローバル・サウスっていうようになったかしたら、うんうん、先進国のグローバル・ノースっていう言い方があるんですよね。うん、あそういう言葉があるわけで。先進国のです、ね、国って、全部北半球にあるわけですね、たい、えー、ですね、うんで。それに対して、発展途上国が南半球に多い県がグローバル・サウスっていうですね。うん そそうううい語ななんんでですすよよまあね先進国以外の新興国と開発途上国とか中心国っていうんだけどもまあ新興国って言葉もまた最近ちょっとですね前はほら発展途上国って言ったのが新興国と新しい枠組みがあってこれが最近経済発展が目覚ましい国っていうのでブラジルだったりインドだったりロシア。 中国、ええ、それから東南アジアの、まあ、シンガポールだったりとか、うんうん、インドネシアだったりとかですね、まあ、東欧とかにそういうのが、えー、新興国って最近言われたりする枠組みがあったりするんですよね。で、まあ、昔発展途上国って言ったのが今開発途上国っていったこれも OECD の援助者リストに上がるような国でですねまあ、えー、金額で言ったらですね GNI つまり一人当たりの 国民生産総生産をですね一人当たりに割った金額が約134万5,000円を切るような国結構だからおるんですよ国としてはね。いやそれはかろうね,ねもう非常いるんですもともとのですね発展途上国の枠の中に、うんえー、1964年にですね その国連加盟国の中で、そのいわゆるこう発展途上国のその意見を通そうということでできた G77 ってあるんですよ。そのもと米ソ冷戦時代の非同盟国アメリカでもロシア、うん、ソ連でもない使わないっていうね第三極の枠組みがその G77 なんですけども、うん、でこれが大体の発展途上国のスタートで、まあ現在その百三十五国。 あるわけですこの各国がですね。うんうん、でまあそういうのでですね、まあ、ざっくり言ってそれを、まあ、全部低く,くってグローバルさせていくよりものすごく意味がでかいんですね。意味がでかいってい,うかいまあそのことをよ、うんまあ、岸田首相にしても上川外務大臣にしても言、うん、っとるとばってんが。 全然意味なさいよね、こんな言葉で、うん、だから、ね、らざっくりしすぎて、まあで。で、ちょっといろいろ、あ後で問題点も提示します,すね、これが。でね、グローバルサウスブームってですね、ちょっとね、きっかけってなって、2022年までこのグローバルサウスっていう文がほとんど聞かれなかったんですけども、えーはい、2023年になって、急に使われるようになったんですよ。うんうん、で、これきっかけがあってですね、えー、2023年の1月の12と13日ですね、うん、に、うん インド政府の主催でグローバル・サウスの声サミットっていうですねオンラインの会合が開催されたんです。でここに124カ国が参加しているというのがあってですねでまあここでそのモディ首相はですねグローバル・サウスの兄弟たちはさまざまな課題と利害を共有しているとえ強調した上で。 インドに関する限り皆さんの声声はインドののですと、うん、皆さんの優先事項はインドの優先事項ですと連帯を訴えたグローバルサウスのこれからなんですよ大体ずっとグローバルサウスっていう文言がまあインドがある意味この世界っていう枠組みの中で、うん 初めてイニシアチブを取れそうな部分でもあるとかなという気がするけどそれがねなぜインドがグローバルサウスを突然主張しだしたかっていう話が理由でウクライナ侵攻でですねインドの外交上の立場を明確にするっちいうのがあって要はですねインドは西側諸国とほらまあつながってるんです経済的にねでロシアともつながってるわけですよでねまあ 結局ここでグローバルサウスの自分は領収であるっていうことを明確にすることで、うん、まあ大国間対立の犠牲になってるグローバルサウスであることを強調してるわけですよ。自分たちがそういう西欧諸国とロシアとの戦いの間で,間で挟まれてるんだって。 まあ、そういうことをね、まあ、強調したかった自分だけが挟まれてるとだろうけどね、うん、それともう一個はですね、<laughs> この、えー、インド自体がその、あ、えと、ーえー、で言うけど、b r i c ね、えー、そのあのー、枠組みがあるんだけども、これがですね、ブリックスというのが、まあ、ロシアの地位が低下したり、まあ中、対中関係が悪化したりとかすることで、えーまあ、その権威が失墜していったんですよね。えー、でそれで、まあえー G20 の議長国就任去年ね議長国就任したから、うん、まあそれに民主国というイメージをこうインドとしてはつく保したかったんがこのグローバルサウスでいっぱい集めて、うん、お俺はそ,それのトップであるみたいな感じのことをしたかったんですよ。うんなるほど、ねね、でまあ先ほどからずっと言うようにグローバルサウスというくくりのも,ものすごい違和感があるのはですね国、うん、国と開発途上一体 一体としした分にに非常にやっぱり無理があるし、うん、それが政治とか経済とか宗教とか外交政策とかうん、うん、周りにもそのみんな違いがありすぎてそれぞれにですね、うんええ、でまあもう一枚岩の花くくりじゃないですこれのでもう一つですねグローバルサウスのイメージネーミングに非常に問題があって、ええ、まあ世界の87人口の87%が北半球に居住しててでまあ 南の方が人数少ないんだけども、うんうん、その結局その、えー、南北対立,対立みたいなのを煽るような。うん、その、えー、ネーミングなんです。これ自体がです、ねうん、イメージがあって、ね、でかつですね。g77 が生まれた時は。は 南北対立つまりこう裕福な北と貧乏な南というです、ねうん、そういう対立があったんだけども、うん、まあそういうの頃の構図は今、まあ、ちょっと全然違ってるような状況でですね、うんうん、だからまあ実際にですねこれ、まあ、一番岩じゃないですグローバルサウス自体は、えー、実際ですねその、うん、まあそういうところが非常に問題ででもう問題なのはですね安易なグローバルサウス外交を打ち,打ち,打ち立てる非常に問題なのは、うん、まあ グローバルサウスっていうふうにくくってしまったことでその中でですね、まあ、混乱とか分断とか対立が生まれたりするわけですね。でそれがですね実は中ロがですね、うんえー、それをこうあえて、ね、グローバルサウスっていう立場をですね利用してですね自分たちの有利にそういうのをつまり西側諸国はグローバルサウス をこう別別差していいるみたいな感じで,、うん、で中ロがそういうのを取り込む理由にしたりとかしてるんですまあ取り込むだけならいいけど、うん、その国に対立を作るような仕掛けをしたりするじゃないですか、うん、すすすそういうのでね非常にねこの実はこのグローバルサウス外交っていうのをね打ち立てるのはあんまりにも安易すぎるっていうか非常にね、はいあの 便利な言葉で使いすぎるのかなって感じですよねなるほどですねはい、はいはい、ありがとうございますそれでは後半はもう一つの枠組みとしてのブリックスについて考えていきましょうそれでは谷口隊長のドガンドガンデラックスのコーナーですこんにちは谷口です前回は米国が英国との戦いに勝利し独立を勝ち取った後 それぞれが主権を持つ13の州の連合体から一つの主権を持つ中央集権国家へとその国家体制を変貌させたということを話しました。今回はそのような米国がその後いかにしてその半島を拡大させていったのか北米大陸の領域拡大についてお話をいたします。独立した頃の米国は ままだ北米大陸東部の国に過ぎませんでした現在のカナダにあたる大陸の北部は依然英国の領土でありミシシッピー側より西側と南部フロリダはスペイン領だったのですですがミシシッピー側より西側の大陸中央部はその後スペインに代わってフランスが領有するところとなりそのフランスはナポレオンの時代でヨーロッパでの戦争に余念がなく 戦費調達のため米国はこれを購入し1803年大陸中央部にまで領域を拡大させこれ以降米国はさらなる領土拡大に走るようになります1812年には早速北に侵攻し現在のカナダを領有していた英国に戦争を仕掛けますですがこれは相手が強すぎて失敗 戦いにボロ負けしただけでなくこの時は首都ワシントンを英軍に占領されホワイトハウスも焼かれているのですあの米国も首都を占領されるような大敗北を期したことがあったんですねですがそれぐらいでめげる米国ではありません今度は南にその矛先を転じ1819年にはフロリダを獲得ちょうど唐津では石崎貨幣が 一番山傘赤字市を完成させた年ですね米国もカ唐津君地と同じこの年からスタートします1846年にはそれまで英国と共同管理していた大陸北西岸のオレゴン地区を英国と調整の上南北に分割してその南,南側を領有しいよいよ太平洋沿岸部にまで領域を拡大そして同時に スペインから独立したばかりのメキシコに戦線を布告し1848年までにその領域をテキサスからカリフォルニアにまで一気に拡大させたのです唐津では8番山傘金獅子が完成する1年前ですからこの国は大陸東部の国として誕生した後ナポレオンからの申し出でぼた式に大陸の中央部をゲットその後は 一番山傘完成の時に自分の意思でまず南に領域を広げ八番山傘が出来上がる前年までの間にもう円安屋の勢いでその領土を一気に太平洋側にまで広げているんですねそして1867年にはロシアからアラスカを購入十一番山傘ライコウの兜ができた1869年には大陸横断鉄道を開通させています 意外に思うのは、カリフォルニアを手に入れてわずか5年後には、あのペリー艦隊を日本に派遣させていることです。この速さ、国家膨張のスピード感には驚かされます。なお、ちょっと断線しますけれども、カラツクンの9番山笠から11番山笠まで、なぜカブトが続いているのか。新郎正明氏によると、この3代の山笠が作られ始めたのは、 幕末の頃ペリーの来航などで開国を迫られ国内が落ち着かなくなった時でありあの三代の山笠には我が国は武士の国だという砂漠上位の願いが隠されている特に十一番山笠来航の兜のあの鍵花の目がちばしった鬼のデザインには武士が偉人の首をはねるそのようなメッセージ性が込められているとその本 唐津君治引山の物語の中で述べられていますこの国は唐津君治にまで影響を与えていたんですね冒頭お話ししましたがこの国の歴史はわずか250年日本の江戸時代よりも短い時間の中でこの国は出現し超大国への道を一気に駆け上がっているのです戦争と金で広げるその半島円や円やで大陸独占。 谷口でした谷口隊長のドガンドガンデラックスいかがだったでしょうかそれでは後半に入っていきたいと思います、えー、後半はですねブリックスについて考えていきたいと思いますあのブリックスというね枠組みっていうのがですね,ねまあ、グローバルサウスと同様にまた、えー、あんまり聞き慣れない人が多いんじゃないかなと思うんですけども ブラジルとロシアとインドとチャイナプラスサウスアフリカ、うん、頭文字で BRICS というんですよ<ー>サウスアフリカが入っておるって知らんかった南アフリカですねではまあその要はですねこれは、えー、2009年にアメリカ主導の世界秩序に対して、まあ、多極的な世界秩序を形成するために、まあ、形成されたと。 いうやつで最初はねブラジルロシアインドチャイナだったんです、うん、そうですねで,で2011年に南アフリカがこう加盟して、うん、ブリックスとして完成したんだけど <laughs>、ええ、で2024年にはですねえ2024年ってこなんですが去年の会議でですね、うんええ、アルゼンチンとエジプトとエチオピアとサウジアラビアと UAE アラブ首長国連邦とイランと、うん、アルゼンチン以外はちょっと ど関連して、ね、11国体制ってなったんですけども、うん、アルゼンチンはですね参加取りやめになったし<ー>大統領選がで変わって大統領が変わって、ね、いやいやそっちの方がアルゼンチンにとってはいいんじゃないかなと思うけど、うんね、でまあなかなかクセ者揃いじゃないですか <laughs> で、ね、いやくせいやいやいやなかなかクセ者揃いじゃなくて <laughs> <laughs> あの一国としてうん あのちゃんと外交しようかなというような国がないような感じですけど、ねうんね、それこそアルゼンチン以外は、うん、で、ね、でもアルゼンチンチ抜けけたわけですで第15回のブリックス首脳サミットって去年あってですね。うんね 2023年の8月22日から24日、南アフリカのヨハネスブルグで開催されて、プーチンはリモート参加したんです。で、これね、ヨハネスブルグ2宣言っていうのがあって、これが本当に中身がなくて、長いだけでですね、これがね、WTO の不可欠な改革に積極的に立つあるとかですね、ウクライナ戦争について、対話と外交を通じた。 解決をるんです、ね、このやってることが言ってる書いてあることがね。うんうん、そうなんですよあのまあね当事者だしね。 これを、ね、ポイントとして言うとです、ね、まあ、国際法を守りましょうとかです、ね、うん、一方的強制措置に対する、ねえー、ちょっと心配してますよとか、まあ、人権尊重しますとか、そういう言うたら、ね、まあ、ほぼそんな話し合わんであえて言わんでもいいやんって、ね、でただ唯一、ね、ポイントがブリックスファミリーの拡大と結束を強化しましょうというところがあるんですよ。でそれに あのさっき言ったアルゼンチンエジプトエチオピアサウジア,アラビア<ー> UAE イランをじゃあ勝てましょうっていう勝たせましょうっていう話になってるんですようそうなんですよでねじゃあブリックスって大体何なのかっていうところのもともとの設立っていうかですねその誕生の秘密があっていかいですねもともとはですねあの投資銀行のゴールドマン・サックスってあるじゃないですか、うんはい、そういうのね経済学者であるですねいわゆるこう、えー、エコノミストチーフエコノミストっていうんですかね、うん、であるんですね 自分をるいうにる人よよって提唱された枠組みなんですよだってさ投資銀行がの経済学者が提唱した枠組みということはさ、うん、まあそういうファンドを作って、うん、まあそういえば売り高だけっちゅう話で2000年代になってなブ,リブラジルロシア、ね、インド <laughs> 中国が経済的に急激に発展して伸びますよってこれからも伸びますよとでで最初はです、ね、S は今文字だったんですよ だからそういう4か国の大きくなる、うんうん、ところがねこれがなぜこれが集まって会議をするようになったかちていうところは、ね、実は2008年のリーマンショックなんですよ。リーマンショックでそのいわゆるこう欧米主導の国際金融 機関に対してのですねちょっとまあ反旗をひるかしというのがだいたいあったんですよで発言力の強化をするとで実際にリーマンショックでですね問題になったのがかなり さっき前半で言ったね、グローバルサウスの中に入るような発展途上国とかでも、えー、直接その金融とかに関係ないような国でも、うん、かなりの影響を受けてしまったわけです、ね。まあ世界中影響を受けた,けど、ね、受けたんですよね。ですよただね、2008年にまあこういう例が起きたんだけど、もう今時の若い人に。 インタビューしたらさえサラリーマンがショック受けたのとかそれぐらいで普通に帰ってくっけね当時でもそう思ってたやつがおったかもしれないけどそれで企業です2006年の時点でこのクスあのよ南アフリカの4か国は国土面積で世界で約30%人口では40%ぐらいいると言っんですよ。でね GDP を、ねまあね、購買力低下で換算した割合、つまり鳴らしたところで言うと2014年の時点で世界の約30%というのがあってアメリカ一か国の16%とか比べてもでかいんです、規模としては。ですね,ね G7 全体が44%だけ、えー、ほぼもうすでに匹敵するような数字になってくるわけなんです。 そうなんで,すで、今回ね、サウジアラビア、うん、UAE、イラン、いわゆる石油原産国が加わったことで、うん、ブリックスは世界の石油生産量の40%を占めるようになっちゃったんですよ、うん、で人口の46%、ね、で、えー、世界の GDP の36%を占めるようになって、うん、で、まあ、主要7か国17のです、ね、1 7の経済規模に、まあうん、ある意味、うん、それを上回るんですね。うん 経済なっっちゃで輸出量もですね世界の4分の1をこう輸出をねざあの牛乳量になっかなりですね無視できないような枠組みになっちゃったわけなんですね。まあ枠組みとしてどうかなっは思うけどね捉えるべきそゃないですて いわゆる長らく敵対関係にあったイランとサウジアラビアがまあ中国の仲介で和解して同時に加盟したことの意味が非常に大きくてでまあ4月にその和解したんだけどもで結局、このイランサウジアラビア UAE の参加に対してねやっぱこう中,国中東地域に対するね中国の,その、まあ えー、コミットメントが非常に強調されたわけですよ、結局ですよ、発言力というのがですね。えー、で、まあ、対して、ほら、米国が、えー、プレゼンスがどんどん低くて、うん、つまり冷戦終結後ですよ、アメリカがアフガニスタン、イラク、リビア侵攻しながら、ですね、えー、地域紛争がどんどん悪化させて、今、うん、今,今回、パレスチナ、イスラエル戦争を含むです、ね、地域問題の解決、ことごとく失敗していたわけで、うんうん、誰もアメリカを信用しなくなったわけです、えー、中東ではですね。そうなんですよ でそういういのでやっぱり中国がぐっとここでブリックスという存在の中でこうプレゼンスを上げてきていると、うん、でそれからですねやっぱりトランプ以降中ロの経済戦争というのが非常に悪化したじゃないですかそれにあの実際にこの、えー、ロシアのウクライナ侵攻というのがあって、うん、世界経済がひっちゃんがっちゃになってしまったでしょ。そ、うんね、それに対してその より影響力を増してきてるわけなんです。ここら辺の新興国のですね。うんうん、存在地のですね。うん、で、ブリックスので、ね、大体の元々は目的とか方向性というのがあって、この人たちは大体米ドル以外を使った貿易を増やすことで。まあえー、新興国経済のです、ね、貿易というか、あれね。ねうん、あのー、いわゆる原油の決済やね。まあ国際通貨的な感じなんですけどね。で、米ドル。 新興国経済のです、ね、米ドル依存を下げたいと考えています、これを目的としてですね。で、欧米のシステムから独立した、ある意味その、それをこう保管するような金融システムの確立を目指してるんですね。うんうん、で、そこのベースにです、ね、2014年にうん、うん、ブリックス加盟国によって上海に本部を置いた。 NDB 新開発銀行というのが設立されて、ね、これにはエジプトバングデッシュ u a としたはね BRICS 以外のメンバーも加盟して,て <laughs> <ら>でウルグアイも加盟を申請中ってなってて<ら>このですね実は、えー、それぞれの思惑っていうのがあってです、ねうん、ロシアはですね経済制裁の抜け目直後 BRICS を目指して中国はですね人民への国際化を目指してるんです一帯一路もものすごく鈍化しててで国内経済も鈍化してるじゃないですか、うん、で まあそれに対してブリックスを通じて投資先を拡大したりとか真鍮、ええ、枠組みを拡大していこうと、うん、いうのがあるんですね。で中東はですねインド中国のやっぱり経済的台頭にこう接近して,てるわけで、うん、でエジプト h はですね人口増大でものすごい今その消費が拡大してるんですよ。ええ、でそれに対しての投資を期待してるというのはあって、うん、まあってそれぞれは思惑があるわけです、うん、結局このブリックスに関しては。それぞれやもんねそれぞれぞでね。うん まあ問題は G7 というのはある程度こうイデオロギーとかですねまあその辺で、ね、の,あの共通の価値観っていうのはあるじゃない、うん、世界観ってあるじゃないですか、えーはい、で戦略目標っていうのは G7 で決まるんだけども、うん、インドやですねブラジルですね、うん、それから南ア,アメリカにおいては、まあ、中ロイランと同族と思われるのは嫌なんです実はですね。<ー>そうなんです、うんね、で安全保障においてはインドと中国っていうのはです、ね、国境問題で対立してるわけでしょ。うん、で まあ、ロシアと経済中国経済が今鈍化してて、うん、NDB はですね、うん、さっき言ったその新開発銀行に関しては <laughs>、ええうん、もう今やですねそりゃそ,そうやろ、うん、なんかいろんなさ世界的な銀行を作ろうって中国するんだけど、うんねうんうん、全部あの資金,、まあ、中資金不足だし、うん、まあどうしようもなくなるっていうのが。うん まあ、そうなんです。じゃないかなというふうに思いますけどね。うん、で、まあ要はですね。ええ、まあそういうところで考えるとブリックス自体は、うんはい、まあ非常に無望の州だとですね。同省異務ね、同省同省でもないかもしれないけどね。どで、ではい、ブリックス自体にですね、実は。うん グローバルサウスに対しても求心力はないわけですよ、結局ですね。だって騙されるようなとこばっかりや。だってそこにはですね、やっぱり中国の思惑が続けて見えるわけですから、そこからね、そういうことでも騙されそうや。ましてやですね、今回イランの加盟でしょ、ロシアの存在ですから、ほぼブラック企業のこうな感じだったわけですよね。そうううい感じでしょねまあ ちょっとまとめに入りますけどもね、うんはい、ウクライナ侵攻を招いて、そのハマスのテロも引き起こした原因は、バイデン政権下での、まあ、米国の弱体にあって、うん、G7 もちょっとプレゼンスが低下してるんだけども、まあ、それに対抗戦がためのブリックスという思惑が まあ中にあるみたいですけども、まあその存在はですね、脅威というにはね、決め手に限る。要はお金の規模は大きいんだけども、うんうん、それ自体はそのまあ一万弱じゃ全くないし、そうですね,ね。その世界からもこう、うん、期待されるような存在じゃないんですよね。うん、まあそういうのがでも取り沙汰されてですね、まあグローバルサースもそうなんだけども、もうんね、世界のまあいろんな分断をさらにこう混沌化したカオス化していく。うん なんか未知なのかなっていう感じがして、ね、こういう枠組みですね。えー、で、まあその当然その幸せはですね無関係のまあグローバルサウスとかそういう第三世界にもどんどん巻き込まれて泳んでいくのかなっていう感じがしますよね。どうなるのね、うん。いやでもまあ迷惑ですよ。<あ> <laughs> 要はねこの枠組みはね、まあ、<laughs> 枠組み <laughs> ただ<さ>た絶対これがね、うん、あの枠組みとして、うん、ちゃんとその機能するのかしないのかっていうことを。 まあいや機能することはないですよ。だかだけがこれを恐れることはないんです。だけどこれをね枠組みとして呼ぶこと自体がもうあの良くないと良くないというかねこのね馬鹿らしいとかもしれない。このね面白いとはこのあのゴールドマンサックスですね。そのこれを提唱したそのジュモニールっていうのはまあね。 えー、この経済枠組みに関して非常に後ろ押してるんだけど、ええ、イランとかの参加に関してですね、うん、自分と思ってると違う方向にどんどん勢い寄るとに気づいてかいですね <laughs> <ー>そうなんですよで今はそれに関しては多分このゴールドマン・サックスというのはいわゆるファンドを作るとか目的だから、うん、だけがいわゆるイランがそのファンドにイランの,その株を 取り込まなけ要はですねそのね経済的な枠組みがなんか政治的な色がどんどん強くなってきてるんです非常にこう思惑<ー>が外れてるみたいな感じでそのオニールが言うことは実際ですねうそういうふうなんだろうただあれやろう、ね、そのいわゆる発展の速度が速いっていうのと、うん、いわゆるその国のまあインフレ率も高いから、うん、あの金利も高いと。うん そういうところば見越してのファンドば作っとるって思っちゃうね。うん、そこにさ、イランとか入ってきたらどうなることやらわからんし。でも逆にいや,イメ,にいやイメージもそうだけど、<laughs> うん、だって伸びてる産業とかイランにないやん。うん、だけど<の>そういうところをあの,あの,あの取り込んでも多分あのファンドとしては何の価値も見出せんじゃないかなと。思いますけどね。思惑違いって感じです、ね。うん思惑違いでもあるし。うん えー、いわゆる金利を生まないかんファンドとしては<ー>イランには投資する先がないんじゃないかなと思いますけどねはい、はあ。という感じですよねはい。ということで、はいえー、本日のほどほどステーションセカンドいかがだったでしょうか、えー、本日の放送や過去の放送は YouTube でもご視聴できます、はい、YouTube で FM からつほどほどステーション とご検索ください本日はこれまで皆様も一日ほどほどにお過ごしくださいさようなら,さようなら